よし、OK です。はい。召喚中です。はい。もう来た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 、お願いします。お願いします。ったよ。じゃあ今回はエルデンリング2回目、え、何か言ってるよ。何やったの今。え、何これ。ちょっと謎なんだけど。ハローっつってます。あ、そうなの。モンジョやっていきます。で、一応やっぱちょっとね、全部の洞窟をやっていくのはもうだいぶ時間がかかるということで、まあ、メインのところをやって、で、ちょっとしたところはなんか自分ソロで進めていこうかなという感じで。あ、盾かぶってんじゃないですかこれ、俺のと同じ盾じゃないですか。拾った。そう、拾ったよね。あ、で、ちょっとね、あの、ヤマさんの前回と名前が違うんですけど、これは何キャラっすか。え、何キャラ、何キャラっていうか、まあ、読み方。なんだっけ、もう忘れてたよ。これはラス、はい、ラスか、ラスカでも、ラスカでも。あのね、バミューダトライアングルの方にいる未確認生物の名前です。いや、わかんないっす。頭かぶってんの何？なんか包帯巻いてるけど。これ最初からっすよ。最初のやつ？はい、祈祷師の目隠しです。いきますか。はい、文書。あー、ここがやりました？やった。いや、敵なんかいるけど、これね、うん、燃やしてる。え、でもなんかそれなりに強くないですか、こ敵。強いっすね。ちょっと1体ずつ処理していこう。おお、めっちゃ武闘派じゃないですか。はい、ちょっとなくなっちゃうんで。ああ、え、結構多いな、敵。やばい、ちょ、飛んでっけ、弓打ってきてるし。あ、落とした。え、こいつらどうすんの。こいつら倒しても倒さなくてもってところだと思います。ああ、でも気づかれんな。あ、上にアイテムがある。あれは回収していきたいけど。いいね。あれ、あいつ敵、あいつ敵っすよ、敵っすよ。つつこう、最初用バックスター入れられるかな。バックスターが入らないか、そもそも。てか強い、体力高い。ちょっと、これで神殿石、ちょっとこっちのアイテム回収します。炭石3個。あれ、戦ってる。俺が後ろを取る。あれ、なんだ、ちょっと俺の画面。あ、倒した。ラグってますね。え、どっちだ、上いけんのか。はい、カウンター。一匹でかいのがいる感じだけど、浮き攻め。ちょっと複数体来られると、そうっすね、面倒だな。やばい、てか早めに回復しとこう。ボスまで持たなそう俺。これ後ろ取れる。痛い。あ、危ない危ない危ない、死ぬ死ぬ。ん、なんだ、ローリング攻撃。
ヒールマネーなんだ。てか、やばいやばいやばい、俺もやばい、俺もやばい、まだ死ぬ、死んだ。主が、主がやられしまった。ここちょっと早い？じゃあ召喚したんで行きましょう。お願いします、もう一回。お願いします。ちょっとな、ルーンも取り戻さないと。一応ね、重いグレートソードをね、取ってきたんですよ。はいはい。でっかい体験。うん。で、両手持ちなら持てるんですけど、重すぎて、なんか他の装備がもう全然できないっていう。なるほど。もうちょっとレベルを上げたいっすね。ちょっとまず、あ、これ、こっから上行くのか。あれ？順路これ。まあ、いいや。犬でこれだけかかるんだなぁ。あ、探石2だ。あれ、これここだけか。ちょっとまず左のワンチャン系から処理して、はい、あのアジンに行きますか。OK。 まあアジンだかなんだかわかんないけど、はい、で、あのカボチャヘッドも復活するのか。復活してますね。犬はいないかな。これ素通りできそうですけどね。そうっすね。あのアイテムがあるのか。なんかあります？いや、もし取るならあの上に多分何かしらあったと思います。貴重品ではないと思います、ね、そもそもどっち、え、この上こっち案内、あっち行けるんだ。こっち、はい。ああ、ほんとだ。あれ、俺ちょっと待って、ルーン回収したいんだけど。ああ、どこに落っこちたっけ。あっちの方とか、あの山の下か。厄介なとこだったら、あったあった。ちょっとサクッと回収だけしてさよなら。はい。敵は、あ、大丈夫大丈夫、来て。あ、一人見つかったけど、ちょっと逃げよう。スルー、安定で。はい。ん？安定、はしごね。一応かぶってると登れないんだ。あ、そうなんだ。なんか待たされた。来てる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 。はい、カウンター。こっちは特にラグいっすね、確かに。うん、これはやる必要があんのか。あー、なんかちょっと後ろの飛んでるやつに気づかれたな。しかも遠距離じゃん。下も来たし、やばい。おお、落ちた。いや、こいつめんどくさいな。いいね。ちょっとなんか逆に落ちそう、俺が。届かん、届かない。いや、こいつ厄介だな、マジで。やばいやばいやばい、やられてる。届かない、ジャンプしても届かない。さて、これをルーンにで、ここは何もない。その下に祝福があります。この下で祝福触れんの？え、触れないんですか？触れ、あ、触れるだけ触れんのか。座れないのか、多分。あ、触れるけど座れないですね。なるほど。で、しかもこれさ、降りてきたら、うん、なんか道なくないですか？
あ、こっち行けんの、ね、うん、降りれるか、ここ降りれそうっす、はい、なんか、徐々にヒットポイントが回復するタリスマン欲しいっすね。あー、それいいですね、ちょっと待って、一回回復させますわ。はい、おー、回復した、俺も。はい、え、あ、なんか、なんか怒ってった、危ねえ、死ななかった、あ、死んでない、死んだ思った今。俺なんか、どうしよう、俺はぐれた、ヤマトとはぐれてしまった。下です、俺下にいる。あ、こっちからこうやって降りていけば多分大丈夫か。いや、ちょっとここ下行ける、やばい、マジで、いや、あと追うか、言うほど減ってないっす、それでも。あ、減らなかった、この高さで減らないんだ、ってかヘドロみたいなのがちょっと全然ダメージ通らないから。めっちゃ減ってんだけど。あ、すげえ、火が、それそんな使って大丈夫ですか。はい、やられてるし。こいつらでも無視でいいか。うん、ってか普通に全然入らない、17しか入んないですよ。この中は変なやついるし、あれ、これ敵じゃん。あ、って上から降ってきてる。え、こいつも、まあ、一応ちょっとバックスタ取っとくか。で、起き上がったところに強攻撃。これはもうシカトで、はい、こっちなんかいける感じがするけど、まあ上のところから行きますか。いや、斧持ちだ。これ後ろ取れる？取れなそうだな。いってすげえ減る。めっちゃ持ってかれたわ。ちょっと回復したいけど、その体力だと一発で持ってかれちゃうんじゃないですか。大丈夫、やっつけたから。さて上行こう。いや、結構長いな、このはしご。長いっすね。なんか、いいものあればいいけど、宝箱があるよ。両人のタリスマン、ちょっと見たいっす、効果を。両人のタリスマン。連撃の最終攻撃を強化する。はあ。これだけか。まあまあまあ、でもタリスマンだったんで、これさーっていけんの。いけない。ヤマさんが邪魔なんだけど。これ×、あ、これそれどうやってやるの。×を失敗でしたっすね。てか俺、めぐみのタリスマン持ってたわ、ヒットポイント回復するやつ。いてこれ。じゃあこっち飛び降りますか、屋根のところへ、はい。そっから伝っていくのか。え、なんだなんだ、あ、スカラベか、もちろん。よし、え、これ今俺1個瓶回復しましたけど、うん、山さんそのまま、俺そのままっすね。そうか、ちょっとジャンプしよう。で、あそこボス切りか、なんか見えますね、ボスの切りが。ですね。あの下に、その前に行って、え、これなんだ、どっち、これ下じゃないですか。ちょっと待って、瓶がある、なんもない、もう一回飛んでこう。キャラさ邪魔だ。引っかかる。
炭石に、え、ちょっとマジか、なんかちょっとこっちに降りよう。よし、でこっからはもう一番下まで行っちゃって大丈夫。ネズミがすげえいっぱいいんだけど。こいつも敵じゃねえかよ。行ったくはない。よしよ。よし。アイテムだけ回収しよう。ウィップ。いらない。で、ここはちょっと広いね。はい。こっちに。あ、あるじゃん、あるじゃん。祝福が。触れておこう。よし。これでこっから割とすぐに。ボスに行ける感じか。そうっすね。え、この橋があって、一応橋の向こうは行こう。アイテムもあるし、なんかいる。ジャンプ攻撃。はい、スローインだが全然つけている。あ、しかもこいつでかいやつじゃん。あ、後ろ取れるわ。好き。めっちゃ大ぶりだな。あ、で、こっから降りられんのか。さーっと。クラゲは、なにこいつら。これね、でっけえカニが出てくるからやべえんすよ。あ、そうなの。はい、カニはちょっと相手してらんないけど。あ、てかどっち行くんだこれ。あった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 、あっちだ。これこのまま行っちゃっていいかな。行きますよ、じゃあ。 OK、 切り入ります。はい、いる。獅子の昆虫めっちゃ来てるんだけど。うわ、まあ任せてくださいよ。いやいやいや、死んじゃった、死んじゃった、死んじゃった、死んじゃうよ。危ない。ちょっと回復、うん、やばい、弾かれた。やばい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 。なんと、え、何それ、杖。あ、減ってる。やばさ、死ぬ。置き土産だけ残して、あとはあとはお願いします。あ、俺が死ぬってか。やばいやばいやばい。くおー、やばい、マジか、杖。まだ効いてるな。タイミングがわからん。はい、弾かれる。重い攻撃が。ちょっとスタミナ残しとかないと。てかめっちゃ減ってるんだけど。やばい。すげえ。もう多分ほっといて死にますか。ほっといて死ぬと思う。逃げるか。いや、つえ。剣つなぎの体験とトロフィー。必殺腐敗ブレス。腐敗か。はい、なんか毒の強化版みたいな感じですかね。はい、いやー、腐敗ブレスに助けられたのでありがとうございます。もういなくなっちゃったけど。というわけで、じゃあ文章はこんな感じで、次はどうしようか。ちなみになんですけど、あの城に、あの道中でさ、女の子が泣いてるところありませんでした？ありました、ありました。手紙を渡してくれて、あ、言ってましたね。そう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 、あの王様があの城の中にいますけど。ああ、じゃあそれはちょっと一人でやっておきます。いいすか。はい、はい、
というわけでこれで文書攻略となります。もう最後腐敗ブレスに頼り切ったけど、てか山さんの腐敗ブレスなかったらこれ無理だったよマジでじゃあ次も腐敗ブレス強烈です。次もお願いします。はーい、またなんかやってるお願いします。お願いしますなんか言ってるけど聞こえないんだけど、なんかハローって言ってます。ハローって言ってんの、はい、じゃあ今回はアギール湖、これ地図見れる、あ見れるじゃん、地図のここら辺にいるドラゴン退治いきます。マルチプレイは馬乗れないんで、あれどっちだ、あれ迷子になっちゃった、こっちで合ってる、合ってるか、ちょっとあんまり高いところから降りると死んじゃうからな。いやこいつらもちょっとめんどくせえな、排除しとくか。で、ドラゴンはなんか出してるはずなんで、あ、いる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 。そっか、馬に乗れないのか。ドラゴン戦馬の方がいいっすか。馬の方がいい、俺は馬で乗ってたけど、まあ必殺腐敗ブレスがあるので敵じゃないですよ。まあまたじゃあ腐敗の力に、ちょっと待って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 まだまだ気づかれてない、先生気づかれてないうちに、はい、腐敗状態にしちゃいますから、腐敗に、ギムクすげえ、ダメージも普通に入りますね。足元、とりあえずいればいいかな、足ドン、はい、体力は全開に保っておこう、常に一撃死がちょっときついからな、足ドン、もう一発、これがいやーこっち向いた、いや強い、こっち向いてるやばいやばい、だって俺が足を、足っぽを、まあ、立て構えておけば最悪、うん飛んだ、これは痛え、めくられたか、いやこれもうほっとけば完全に死ぬじゃん、死にますよねもうなんか1回くらいしか攻撃してないよ俺、うわあ、やばい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 、熱い、熱っ、いや腐敗ブレスまだもう一発出てますから、いや怖い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 、いやいややばい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 、死んだ死んだ死んだ、オーマイガー、何もしてねえマジでいやちょっとあのドラゴンもめっちゃ警戒してますよ、めっちゃ警戒してます、めっちゃ警戒してる、さっきみたいになんかもう後ろ取れるっていう感じではないですね、ワンチャンスだったのか、まあまあなんかちょっと探してる感があるんでこっちを、あ本当だ、しゃがんでなんか裏から回り込めたりいけるかな、あーダメだな、見つかる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 、見つかってますねもうこれはいや俺はまだ見つかってない、しゃがんでればとりあえずなんか大丈夫そうではあるけど、もう後ろ取れるんじゃないですか、
取れましたね。よし、お願いします。くらえノードックの方がいいのかな、動き回るのに。うん、炎をやっぱり食らっちゃうと耐えきれないんだよな。足一発切って、一発切ってもう逃げよう。尻尾か。逃げてて逃げた方がいいんじゃないですか。ただ逃げてるだけ、ただ逃げてるだけの動画になっちゃいますよ。じゃあ俺はちょっと逃げておきますね。やばい。まあいい、正面にあんまり立ちすぎないことだな。飛んでって、はい、で距離取られて炎か。ちょっとこれが馬なしで逃げられるかどうか。よしよしよし、 OK。 いやー飛んでんな。うわーうわーやばい、飛びながら炎もあんのか。減る、炎耐性がそこまで高くないからこれがきついな。ルン1回収しとこう。で炎を打ってる間でも回り込めれば。よし、だいぶ当たった。うわ、飛び上がった。くっそ、やばい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 、あぶね。腐敗はもう切れたな。切れてますね。もう一発入れたい。もう一発入れれば確定ですね。でも結構飛び上がるからやばい。いやー、熱い。これはもう距離取られるときついな。ほら、チャンス。ちょっとしか当たんないし、攻撃が。どうだ。何？いや入ってない。いや、やべやべやべ。2回目だから多分入りがあれなんですね。体勢が上がってるから。やめてー。でもまあいいとこまでは減らしてるから。やろう。ちょっとここだな。この炎うまく、この炎の時に、あ、当たった。なんとかこらえてください。ようわやべ、危ね。あと3つ、あと2つか、回復して。遠いな。一発食らうと、また飛ぶ。ほらスタミナもちょっと蓄えて。おお、あっ危ね。いや、この炎マジどうする。この体力量だったらこっちに来い。 あ消えた、竜が消えた。多分最初期位置に、あちょっとこっちのも霊薬の聖杯。あとちょっと、ほら2、4、あともうワンターンくらいで。うわー食らっちまった。生きてる生きてる、微妙に生きてる。いや、いける。いや、押し切りたい。もう回復しない。ちょっとなんか遠距離で投げらんないですか。待って、あ、ちょっと待って、炎来た炎来た。いや、いけるいけるいける、このまま。ちょっと、翼、いや、外した。いけ、倒した、あ、倒した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 。いや、結構入ったな。心臓ゲット、竜の力が追加。でもマジでさ、これ腐敗なかったら絶対無理だったよ。いや、ちょっと腐敗芸になりそうな。
そうっす、まだどこまで強、いつまで強すんのか分かんないけど確かにまあそんなわけで無事ドラゴンも倒したんでありがとうございます。ありがとうございます。